お疲れちゃんです。ラットです。というわけで今回もクラッシュロールやっていくんですけど、今日はですねこちら高回転迫撃クエイクデッキやっていきたいと思います。このデッキね、前までヤリゴブリンで使われてたんですよ。このメガゴの枠ね、めっちゃ高回転で、ディガーとか他のねウェポンが入ってません。迫撃だけなんですよ。なので、まあ、無限に迫撃でね、まあ、攻めるものの、まあ、やっぱ通らない時がね出てくるので、そしたらもうね一生守ってあとはクエイクだけで削ります。まあ、迫撃デッキではあるものの半分ぐらいはねクエイクで削ると思ってください。まあ、スペル削りみたいなもんですね。というわけでやっていきます。で、なんかね、このメガゴになってたんですよ。なんか、ヤリゴブリンだと、やっぱ端前でね、プレッシャーかけれて、ね、便利みたいなことが多分あると思うんですけど、まあ、このメガゴの理由はなんだろうね。やっぱり、最近マザーネクロがいるとか、まあ、そういったとこだと思うんですけど、なんかメガゴの他に、ザッピーで使われてる、なんか場合もありました。まあ、だから、ここの枠は、まあ、なんでもいいのかなっていう、正直ね、そう、思いましたので、まあ、とりあえず、今日はメガゴでやっていきます。ザッピー型とメガ型だな。なんかやっぱメガゴの方が回転速そうだしと思って、こっちにしました。で、今回の相手はペッカかな。これペッカ2来そうだな。まあ、ペッカ2来たら、ロケ砲からのウッドでね、マジアチャとかしながらというか、さあ、これ防衛迫撃置いて、からのゴーストはキング起動して、で、工事は守れて、で、ゴーストの方に付け出して、ババをね、ちょっとこっちに。うん。いや、これ、ウッドだけでよかったか。端前マジじゃ来ないですね。はい、回ってないです。さあ、ペッカ工場でござんす。まあ、攻め迫通りそうなら通ればいいんですけど、まあ、通んなかったらほんとクエイク削りやってきます。で、メガゴは強いですね。この相手の陸に対してやっぱ空から一方的に攻撃できる3コスト。なんで、メガゴ高回転も理想かな。マジ、メガゴゲー、まだある。さあ、あれ、クエイクウッドでね、やります。まあ、逆サイ迫撃とかでもよかったけど、まあまあ。確実に行こうかな。マジックアーチャーはクエイクウッドでね処理できるんで、まあ、今回ほんとクエイクウッドを徹底レベルでねやっていきたいかな。さあ、攻め迫やりたいんだけどな、いつ行こうかなっていう。これファイボカポイズン打たれるかもね。さあ、打たれていく。で、ここに対してザップ来るかな。さあ、ザップはまだ出た。ペッカかな、どうだろう。ペッカに対してでもロケット押し正直当てたいよね。さあ、これ、竹外れてないかな。いや、外れてる。でかい。さあ、ペッカが入ります。エレキ。まあ、エレキは、スケで一応完封できるんですけど、あれ、位置がちょっとずれましたね。さあ、もう無限攻め役ですね。あとは、なんか攻め役すると意外と、なんかペース握れるというか、あったりするんでね。結構いい流れに。さあ、で、しっかりね、ロケット押しに対して U の当ててくるのは延命しながら。あー、これスケーちょっと挟むの、なんか、挟み忘れましたね。で、これクエイクね、当たるんでね。もう僕は右だけ狙っていけばいいと思いますね、正直。でさ、攻め迫。攻め迫強いんでね。あと、メガゴも強いですね。マジで、メガゴも強いから、なんかこう、ナイトメガゴでプレッシャー与えれるみたいな。そう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 。で、ウッドでこれ剥げると、工場がね、なんて言うんだろう、一瞬リセットなく、ん?ターゲット取れてないことになるんで、迫撃砲がね、入るんですけど。さあ、いや、いいね。これ、ロケ砲とクエイクで多分散ります。さあ、ちゃんとね、ちゃんと迫撃砲デッキですから、今んとこ。クエイクですけど、ほぼクエイクですけどね。いや、もうこのナイトメガゴ迫撃が強いね。なんか、ヤリゴブがメガゴになって、なんならデッキパワーちょっと増してるんじゃないかっていう。さあ、これでウッドで剥げると、ああいうのいますね。さあ、メガゴでしばきますか。で、まあ、ナイト出してあげて、自然とこのもうナイトメガゴ迫撃が相手がきついっていうね。いや、いいね。こうユニットのプレッシャーもあるね。さあ、でさ、クエイクで削りながら、ゴーストもね、マジアチャも消えると、最後、迫撃砲が殴って勝ちかな。これ、MS らよかったな。さあ、150なんで、まあ、なんだろうね。クエイクか、クエイク、多分170ぐらい削った気がするんだよな。これで落ちなかったらどうしよう。危ねえ。さあ、ナイスと。というわけで、マジで高回転迫撃。で、高回転メガゴ。で、まあ、ロケ砲で回収して、で、クエイク打ってそうだったら打っていくって感じで、まあ、もっと防衛迫撃をしてもよかったかなっていうのはあるんですけど、まあ、迫撃でプレッシャーかけてもいいかなと思います。多分、やろうと思えば、
攻め迫撃を一回もせずに勝つことも、まあ多分できないことはないんですよ。できないことはないんだけど、ちょっと時間かかるよな、それは。さあ、アイゴレ、クロスはないね。ホグかバルーンか、エリババでした。迫撃エリババ。三種かもしかして。いや、これちょっとめんどくさいっすよね、エリババって。エリババが強いよな。いや、結構痛いんすよね。で、三子もちょっとめんどくさいっすね。まあ、だけど、エリポン壊せるのはでかくて、エリポン三子か。まあ、防衛迫撃やりながら、あとはキング起動もしたいね。相手のゴーストとかいうのをキング起動しないと逆に勝てないぐらい、まあ、ちょっとめんどくさいと思うんでね。で、あとは、まあ、一旦防白するか。三子のサイクルなので、相手が。いや、三子じゃないのかな？エリポン、エリゴレ。エリゴレじゃねえな。エリババ。アイゴレ。まあ、どっからどう見ても三子だとは思うんですけど。うん。で、三子とかって基本的にスペルないんでね。こう、後ろのロケ砲とかが結構活躍しますね。このロケ砲だから、もう死なせたらダメっすね。ウッドはヒースピオに取っておきたかったんですけど、まあまあまあ。やべ、うちのロケ砲が。さあ、ちょっとダメージ受けてもいいんで。さあ、エリババだな。この迫撃置いた時にエリババ絶対置かれるんで、それをどうするかっすね。まあエリババヒースピーで来る可能性が高いので、まあそこちょっとねいい感じで見していきたいし、これでもさ、相手三子今これ出せないと結構きついんじゃない？受け、ああアイゴレがね、なんかちょっとレアですよね。いやー、やっぱ来るよな。ヒースピが綺麗なんだよな、タイミングが。ね。いや、これは、キング起動ちょっとしたかったけど、ユニットが優秀。でも、攻め迫結構ね、相手からしたらされて結構嫌なんと思うんだけど、顎なんだよな。顎がね、強え。顎がやばいね。さあ、三子をクエイクでは削っていく。やべ、待って、ミスった。ウッドを左に下ごうと思ってたんですけど、右に下いちゃった。まあまあまあ、そんなこともあるよね。ちょっとダメージ強要しながらね。さあ、メガゴマウント取って。いや、これ。いや、マジ、アイゴレが、アイゴレが強すぎる。アイゴレが。いや、頑張れ。いや、頑張れ。いや、でかい。ちょっとでも負け気入れば、あとはマジクエイクで削れるんだよね、僕。しかも、この流れだと、相手もね、攻めにくいよね。こういうのちょっと許容できそうだな。さあ、高め三子来ない限りはでかい。いや、これ結構でかいぞ。うわぁ、ヒースピで竹取ってくんね。竹取りがちょっとうまいっすね、相手。さあ、まあ、無理せず。さあ、ロケ砲と、まあ、メガゴちょっと強いからな。よいしょ、スケ間に合った。いいよ。逆サイドなんか勝手にプレッシャーになったんだ。攻めます、攻めます。ちょっと守りたいんですけど、もうちょっと。なんかやっぱ攻めてなんぼな気がする。流れをね、この流れを。いや、ミリ。いや、迫撃を一発入るやろ、これ。いやー、タルババ来ないで。撃て、ナイス、ナイス、ナイス。あとは、ぶっちゃけこれクエイクのダメージが、俺、把握あんまできてないんですけど、分回します。ウッドもね、ちょっと考えながら。ちょ、取るね。さあ、いや、いいよ。熱い。これも勝ったやろって。さあ、トルネで三子を送らせながら、タワーも削ってね。オッケー。いや、これ勝てたらでけえ。これ勝てたらでかいっすね。いや、マジで。まあ、最後、本当にこのスペルで削れまくれるんで、序盤ちょっと迫撃通して、あとは逃げるっていうのはできれば、まあ理想かな。結構ね、これは理想の形がね、できたね。で、スペルのダメージを計算したんですよ。トルネクエクッド。まあ、大会レベルですね。覚え方は、肉4です。はい。今日の晩ご飯は肉4で覚えてください。294でした。なので、まあ、600ぐらいになったら、もう、クエクトルネウッド。もう回すぐらいでいいですね。294なので、12引いて、588ですね。さあ、588になれば、もう僕のスペル圏内ですね。
とりあえずスケウッドぐらいで回していきます。さあダークプリンス、まあ、なんだろうな、ダークプリエといえば、わかんないね、ペッカとかかな、ゴーストね。おー、ライトニング、ライトニング使ったよ、結構コスト使ったよそれ。あなた、さあ攻めていきます。ダックプリライト、いやロイか、いやロイっすね。いやロイは多分刺さんないんですよ、僕の攻めは刺さんないので、ぶっちゃけ攻め吐くというよりかはもう防衛迫撃でクエイク削りがメインだと思ってもらっていいと思いますね。さあこれ行こうかな、やりすぎかな。いやでもなんか地味にロイジェも出しにくいよね、このナイトメガグいると。え、スパーキーライトもしかして、いや違うね、いやデッキわかんないですね、ちょっと。いやメガゴがさ、いやマジでこのデッキメガゴめっちゃ強い、まだある。一応ザッピー型もあって、もともとのテンプレがヤリゴブリン型なんだけど、なんかメガゴがさっきからすげえいい味出してると思うんだよな俺。さあクエイクウッドでもう削りしかね、俺の中にはないですね、頭の中に。削ることしかないから、ちょっと怖いけど、まあ、ダクプリミニペマゾニックのライトは、スパーキーのレイジーをわざわざライトにしたとか、まあ、そういうのは考えられますけどさ、LGA でした、LGA。まあ、LGA はね、ロケット押しが基本的にきついデッキなので、まあ、ロケ砲ゲーしてね。さあ、まあ、あとライトニング撃たれても、撃たれたら撃たれたら、いや、ロケ砲残ったらでかっ。さあロケ砲ね、これもう無限です、ロケ砲ゲーミングします。あとはもうクエイク削りね。さあもうインドラね、ボコボコにしてあげて、でこれ相手がね、もう端前マザネックとかやってるんでね、もうカウンターゴリゴリね。いやこれ強いぞ、さてはマジ回転早すぎて相手きつそうだもんね。これロケ砲もう一手出してあげてもいいんだけどな、さすがにいっか。で、ここにね、ライトニングとか使いたいからね、相手は。でも、ここにライトニング使ったところで、僕はね、さらにもう一周ロケット押し来るし、相手は攻めきれないんでね。で、ロケ砲のこの削りもね、一応最後の削りになって優秀なんで。さあ、ナイス。余裕ですね。多分、エレジャイはね、負けないっすね。メガゴ型なんで、槍だとマザネクとかがちょっとうっといかもしれないんですけどね。さあよろしく。いやマジで本当にバカ強い、大会で使いたいぐらい強い。まあ初っ端というか基本的に攻め役していいと思いますね。他で守れるし、一応防衛迫撃も回転早いんで、まあ攻め役してロイで受けられたら、まあ、受けられたらその後なんか適当に防衛してね。あれ相手寝てんな。さあムーとこれメガゴだけでやれると理想だよな。あーメガゴにはメガゴをね、あ、スキーいらんかったっすね。さあウッドでちょっと剥がしながら、さすがにこれは痛い。でタルババムートメカゴか、なんだろうな、なんかスケラーだったら結構雪玉が多いんですよね。ゴレでしたね、これ逆サイ、これじゃない逆サイ迫撃やっていい気がしたな。なんかいやどうだろうな、守れる気がするしたっすね。守れるかどうか分かんない、おとなしくユニットから防衛撃しといた方が良かったって思う可能性もあるかもしれないんだけど、なんか守れる気がしたんですよね今の僕には。うん、やっぱメガゴがね、ほらもうメガゴが無双したんですよ。おい、なんでそっち行っちゃった。いやメガゴが無双してるんでね、でここでまたね、攻め迫で攻めてあげてね、ロケット押し残ってますから、まあ、無限に攻めれるよねっていう。いや、そっちじゃないんだ、迫撃。で、ライトニングかな、開いた。ライトニング防衛したいとかかな。いや、違った。いや、これなんかもったいないな。気合でというか、無理やり剥がします。さ、無理やり剥がしてダメージ稼いでいきます。いや、結構入るからな、迫撃って。で、今回の相手は、ゴレムーとライドラメガゴなんで、あとベビドラとランバムいましたね。さあ、全部出ました。エリババ型ではなく、ゴレムート型ですね。いや、これとかに勝てたらだって結構すごいっすよね。まあ多分勝てると思うんですけど。さあ、で、ここはさすがに一回防衛迫撃。相手はあの捨てれないんでね。僕もあと900クエイクで一生に持って削ってもいいぐらいですね。正直。さあ。まあ、相手の後衛だけちょっと怖いよね。
さあ、こうやってね、相手にここに鳥のを使わせてね、そしたら次の僕のロケット押し無限なんだね。でさ、ドラゴンをしっかり処理してね、いやこれもう爆発性かも。でゴレのダメージじゃ入らないと、まあ攻め吐きしたいんですけどね、もうする必要がないよなっていう、こうなったらもうあとはクエイクで削るだけっていう。最近ね、もうあの大流行してるコヤコヤとかにも強そうですね。さあこれ延命できると神だけど、できなかったのでちょっとやばい、ちょっとだけね。まあ相手は攻め取れで引っこ抜きたいでしょ。まあ引っこ抜きたい、引っこ抜かれたくない俺。もうちょっとやばいかも、ちょっとだけね。まあでも言うて、いやいい好きだ逆サイド行っちゃったね、たまたまね、結構たまたまで。あとはマジでもうクエイクとトルネで削るだけなんで、なんなら相手がねもう攻めてくるようなもんだったら、よいしょ。あれ待って、俺これ絶対やばいかも。でも陸受け出さないといけないよね。ちょっとベビーがね、もうこれで負けたらさすがに笑いんやな、みんな。さあしっかり守ります。丁寧に守ってクエイクが200、なんぼだ。待って、やばい、降りて、落ちてね。174です。ごめんなさい。174だ。落ちたと思ってさ、もう見てたわ。危ねえ、トルネ間に合った。ナイス。さあ、よろしく。X-BOW キラーって書いてますね。X-BOW を使うタイプではなく、X-BOW に強いデッキ。同じようなデッキなのか。ね。クエイクとか入ってるのかは、まあ、わかんないですけどね。とりあえず攻め吐くからね、やっていきます。さあ、ラーバですね。X-BOW キラーでも全然ないね。さあ、相手のラーバの形がどんなんだろうな。いや、これちょっとメガゴいらんかったかもな。単体でメガゴ行かせて無視されるの嫌だったんで。え？わざわざナイトメガゴの形組んだろ。全然ナイトメガゴになってね。で、このラーバはね、多分柳雨型なんですよ。多分ね。だからロケット押しが行かれるんですよね。ディガーから来てくれるといいんだけどな。さあ、ディガーから来る。いやートレネで吸ってもよかったけど、なんか吸わずに延命できそう。さあ、ロケホーがパーティーと。で、ここ残ってる間に、また、はい、迫撃ですね。いや、いて。相手これ、どんなラバだろうな。あー、やらばっすね、やっぱ。よいしょ。え？待って。絶妙すぎるタイミングだと思ったんだけどな。いやー、メガゴが。まあでも、ヤナーメラバね、ちょっと嫌ではあるが、メガゴがまた活躍する。そしてロケット押しがね、やっぱ無限だよねっていう話だよね。さあ、このロケホでも高めホバで行かれちゃうな。俺、相手のホバリングどうしようかな。さて、やばい。さて、やばいことに気づいた。さあ、早めにちょっと溶かします。で、これ。え、そっち？ちょっと待って。ちょ、新しすぎ。え、ちょっと待って、ロケホそっち行った。バカ。わ、やばい、これ。マジ、ロケホが反対側に行くっていう、マジ事件。あそこに出したら良くないんですね。ちょっと皆さん、学びです。これ、トルネでちょっとパピーのダメージしていきたいですね。いや、ディガー、トルネであれさ、抑えたかったな、正直。トルネで金ギドすればよかったですね。いやー、待って、俺、トルネ、端前使っちゃったのか。さあ、ロケ砲出す。ちょっと流れがね、悪っすな、今。流れ悪っす。よいしょ。さあ。一発、入らない。耐える。これ、僕、293耐える。耐えていいっすか？マジで耐えちゃうっすよ、僕。本当に。ガチで耐えますね、僕。マジで耐えて勝つっすよ。いやー、入んなよ今の。おい、ディガミスってる相手。熱っ。
うわ、来た、危ねえ、ちょっと、いや、マジで危ねえっすね。これは本当に、序盤ちょっとやっちゃったっすね。もったいないっすね。まあでも、勝ったから、よしと。はい、今日はね、こちら、超高回転の、まあ、迫撃クエイクデッキですね。まあ、無限に迫撃ロケ砲でプレッシャーかけつつの、クエイクでもね、後半削り切れるので、まあ、困ったら防衛迫撃して、ずっと守ってクエイク削りも安牌かと思います。まあ、一生ね、攻めれそうだったら攻めてどんどんペースを握ってみてください。これマジで強いです。皆さん使ってみてください。よければチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。では、大塚ちゃんでした。またね。